ベルナルディーノ・ルイーニはイタリアの画家、レオナルド・ダ・ヴィンチの影響を受けている。ルイーニとジョバンニ・アントニオ・ボルト・ラッフィオの二人とも、レオナルドと直接仕事したと言われている。自分の生まれながらの根底が彼を包み込むことができたように、レオナルドから多くをもたらされた。と記述された。彼の作品の多くが結果として、レオナルドの作品と見られてきた。彼は特に、 ウラジーミル・ナボコフがルイネスクと呼んだ、うっすらと開いた目をした、優雅な女性像で知られる。聖魔ギの崇拝、1520年から1525年、ルーブル美術館ルイーニは、ベルナルディーノ・デスカピスとして、マッジョーレコ近郊のドゥメンツァの分離集落、ルーノで生まれた。彼の生涯の詳細は、非常に乏しい。1500年、彼は、父親と共に、ミラノへ移った。 ロマッツォによると、彼は、ジョバン・ステファノ・スコットのもとで修行を積んだ。また、アンブロジオ・ベルゴニオーネの弟子であったとも言う。1504年から1507年、彼はおそらくトレビーゾにいた。誰の作品が論議を読んでいた、聖母子にバーン・ハードネス・メイディオ・ラネンスス・フェイ・シャバットとの署名がされており、それを証拠とするとである。この時期から、エステル・ゴムのキリスト教美術館にある、 聖母子の一つが描かれ、死んだ、キリストの哀悼が描かれた。彼の最初のフレスコ画は、ルイーノのサンピエトロにある、聖マギの崇拝、そしてモンツァ聖堂の司祭館にある、フレスコ画、聖、デラールドと画形である。1509年、ルイーニは、ミラノへ戻り、パドバの聖アントニウスの制作依頼を受けた。この絵は、ベルナルディのザナーレの、 カントの多翼祭壇画に影響を受けている。1510年代、彼は、ピラストレロの、サンタマリア・ヌオーバ礼レイハイドー内のフレスコが、サンタ、マリア・デッラ・パッショーネ内の、死んだ、キリストの哀悼キアラ・バッテ修道院の、聖母子、サンジョルジョ・ディ・パラッツォ教会のフレスコが、パビーヤ修道院内フレスコ画などを多くを手掛けた。 1509年から1514年、ルイーニの最高作として知られるものの一つ、セスト・サン・ジョバンニにあるビッタ・ペルッカのフレスコ画を手掛けた。これは、ジローラ・モラビアに命じられた仕事である。1521年、彼はローマへ旅行し、そこでラファエロ・サンティの影響を受けた。これは1520年から1523年に、実行されたビラ・ラ・ペルッカのフレスコ画に影響を見て、 取れる現在、ブレラ美術館にある他の作品も同様である。1523年から、レニアーノのサンマニオ聖堂の美しい太翼祭壇画を制作した。1525年前後に、彼は、聖母マリアとキリストの生涯を描いたフレスコ画を、サロンのにあるサンタマリアでミラーコリの内陣に完成させた。同じ年、コモのサンタポンディオ教会のファサードに、 フレスコ画を描いたのも彼である。他の彼の中期の作品には、聖家族、二つある、サロメ、貴婦人の肖像である。1526年から、聖母子と聖人たちが制作された。1529年、ルイーには、自らの傑作の一つ、巨大な、情熱と卓球を完成させた。同じ教会内で、他の作品と対にされている。1531年、 彼は、サロンノの内人政策へ戻っていき、他のフレスコ画を加えた。彼は、晩年、レオナルドによる影響をさらに強めた。聖アンナ、聖カタリナに、それが見られる。ルイには、ミラノで死んだ。息子のアウレリオは、画家となった。アマレット、ありがとうございます。